藤見天皇本源氏物語は、源氏物語の写本の一つである。かつて国文学者、吉田光一の所蔵であったことから、吉田本、また、吉田の旧蔵書を中心に編成された古典文庫の管理となっていたことから、古典文庫本と呼ばれることもある。1947年4月、名古屋の古書籍業藤園遠藤伊藤亀之助から古書籍業。 公文書ソリマチシゲオのものになり、約5年間、ソリマチの手元に置かれていた後、1952年になって、国文学者、東洋大学教授の吉田光一が50万円で購入し、その所蔵となった。吉田が、1991年から1995年にかけて、古典文庫から英陰本を出版した後、聖徳大学。 川波博明記念図書館の所蔵となった。一部に、古社の巻はあるものの、原型は、日本の、第九十二代天皇永任六年七月二十二日、である、伏見天皇文法元年九月三日が、側近の苦行たちを動員して書写し、自らも一部の巻の筆を取った写本であることから、伏見天皇本の名で呼ばれている。本文系統は、少女玉、玉若 若菜下、橋姫、揚げ巻き、沢浪、宿り木、あずまや、かげろう、ゆめうき橋は、河内本、その他は、青表紙本という取り合わせ本とされている。本社本は五十四条の揃い本であるが、以下のように、宇治十条以外は、ほとんど二条、内紙三条で一冊になっているため五十四条十二冊となっている。大部分が、鎌倉中期の永頃の者であり、 誤者の部分は、鎌倉末期の書者と見られる。01切りつぼ、02母木木03うつせみ、04、夕顔05赤紫、06松、敵か07紅葉が、08花円09青い、10榊11花散る里、12すま13赤し、14、三尾つくし15法姓、16石や17矢合わせ、18、小風19薄雲、 20朝顔21少女22玉かずら23初音24五長25ホタル26と夏、二十27かがり二28のわけ29行行30藤馬鹿馬31巻柱32倍し33藤浦場34若菜城35若菜下36かしわ三37横笛38鈴虫39夕霧45方 41、四42、尿宮、43、勾配、44、竹川45、橋姫46、椎野元47、揚げ巻き48、沢原四49、宿引き50、あ屋まや51、浮船52、影楼53、手習い54、夢浮橋行為、源氏物語及び源氏物語体制には、不採用。河本、源氏物語修正には、 河内本の本文を持つとされた末期が、写本記号、吉、吉田本の名称で採用されている。源氏物語別本修正族には、写本記号、福、伏見天皇本として、全館の収録を予定している。1991年から1995年にかけて永遠本が刊行されている。非売品、ありがとうございます。